よし、置いてきたよ。はい。もう本当に新鮮な気持ちでこれからスタートするんだなっていうのが一番強いです。床暖房が効いてるんで結構足が高いのと、あと性能では2人部屋だったので、やっと1人部屋になったっていうちょっと嬉しい気持ちがあります。特別なものはないですけど、漫画はいっぱい持ってきました。でも野球漫画はあんまり読まないんですけど、冒険物とか持ってきました。やっとこれで西武ライオンズの方に入団することになって、50歳からしっかり投げて2月のキャンプでさらに作って、早く1軍に上がれるように頑張りたいと思います。今までは実家に住んでて、そこから高校とか通ってたので、寮は本当に始めたので、本当に不安が大きいですね。これから本当に頑張れよって、あと体気をつけろよって、そういうふうに言われました。自分は本当にダイヤのエースという本当に漫画を本当に持ってきました。いや本当にピッチャーの沢村っていう投手が本当にすごく面白くて、本当に自分も本当に勉強になるので、そういうので本当に面白いなって思いました。本当に自分は多分一番年が下なので、本当にちょっと不安っていうのはあるんですけど、これから自分にできることをしっかりやって、あとはもうたくさんの人に支えてもらっているので、本当に一軍に上がって本当に活躍できるように頑張りたいと思います。入寮の日が近づくにつれてワクワクはしてたんですけど、いざ来てみたら今緊張の方が強いですね。あれですね、枕ですね。枕、はい、今のが気持ちいいので加湿器ですかね。喉をやられるんですぐ、はい、本当に育成からのスタートですので、本当に少しでも早く試合が登録されるように、最初の合同自主トレから、スタートダッシュを決めれればいいかなと思います。そうですね、まだかなと思いながら今日を迎えて、大学野球終わってから本当にあっという間やったなっていう気持ちがあって、でもこれから西武ライオンズの一員になったんだなっていう気持ちがより強くなって、頑張っていきたいなと思います。入ってなかったので。でも初めてですね、はい、実際不安も、あるんですけど、これからの自分に対して楽しみな部分もが多いんで、寮生活も楽しんで野球も楽しんでやれればいいなと思います。布団であったりマットであったりっていうのは持ってきたんですけど、できるだけ今まで生活してたように生活したいなっていうふうに思ったんで、割と荷物多くなっちゃった感じですかね。はい、まずは怪我しないことを大事に、自分のいいところをどんどん出していって、首脳陣の方にアピールしていけるように頑張っていきたいと思います。今日はどちらからいらっしゃいましたか？これから住むマンションから来ました。言われてここまで送ってもらったんで、頑張ってっていう、後から送ってもらった後にメールがくれました。はい、特に今は考えてないですね。はい、じゃこれから、ね、そうですね、考えます。はい、奥さんの写真とかそれはないと思います。はい、いい感じに体は、はい、動いてないかったんですけど、はい、自分では満足した1時間でしたね。はい、汗をしっかりとかいてキャッチボールに移りたかったんで、はい、そういうところはしっかりと汗をかきました。やっぱり投げてない分、少し感覚が自分の感覚とは違いましたけど、はい、これからだと思うんで、はい、しっかりと調整していきたいと思います。やっぱり2月1日からのキャンプにしっかりと体を作って、2月1日から、自分の
思った通りに動けるように、はい、これから頑張っていきたいと思います。